今は2023年7月9日、現在午後1時50分です。昨日から雨が降り続いていまして、梅雨末期ということで、そんな中ではありますけれど、VN5 型レヴォーグ GTH グレードに試乗させてくれるということで、今僕が乗っているこの VM4 型レヴォーグからどんなに進化したのか確かめてみればなと思います。現在レヴォーグのスマートエディションというものが発売になっていて、それとほとんど同程度車種となりますので、その辺も合わせてレポートできればと思います。どうしようか。ではスタートします。はい、お願いします。慎重に。うわすごいですね。すごい。いやこれはまあ、道覚えられてます。うん。あ、オッケーです。全然問題ねえけど。うわすごいですね。すごいな、これは。おこの間のクロステルトレックのものとほぼ同じなんですね。レヴォーグの方が、うん、やっぱり初めに出てる分、うん、ちょっとまあ、初期型じゃないんですけど、全部その中身のアップデートとかもあるし、ね、うん、今出てるレヴォーグでも最新にすることができます、うん、ちょっとこの試乗車が結構前に来たやつなんで、まだ画面の中のやつも初期のやつのままなんですけど、これも新しくするようなやつも今出てます。アップデートできるんだですね。オートビーグルホールドのね、うん、ボタンの、あのボタンの、はい、っていうのもホーム画面に持ってくるようなやつもできます。悪名高いですね。あれを起動させるのにスバルの2回ぐらい操作をしないと儀式と呼ばれているですね、うん、これは初期のママですね、うん、あこの子もアイドルストップなんだ、はい、あもう一回あアイドルストップなんだ。あ、そうですね、もう真ん中あの画面操作からボタンを押していかないといけない。もうアイドルストップやめたのかと思ったら、まだね、ついてる。ついてる。はい。これは、なかなかない。これは予想してなかった。いやいや。私は市場でこんなに大雨になるの初めて。まあ、こういう時じゃないとわからないこともありますから。やっぱアイドルストップからの立ち上がりも、だいぶ静かにはなってそうですね。もうやっぱり再起動する時の振動だったり、うん、そういったのもだいぶ軽減されてますね、うん、ここに至ってはクロスレックの方がね、振動に関しては少ない。エンジンマウントがね、まあ、違うやつが付いてるんで、モーターを噛んでるんですね、まあ、やっぱり質感はだいぶ上がってるよ。徐々にスバルの質感も良くなってますからね、うん、まあ、本当に最近やっぱりもう高級車だなって言われることが増えましたね。そうね。特にあの STI グレードはもう外国車ですね。もうだいぶ外国の車なんて必要ないんじゃないかいうぐらい評価を受けて街中見る車半分ぐらい STI あるですね。あんまり車にそこまで走りとかに興味がない方でも比較的 STI の選んでいただいている方が多いですね。いや
スバルに乗る人ってやっぱ結構こだわり持ってる人が多いっていう印象だから、ね、やっぱりそういうのを選んじゃうのかなって思ってですよね。なんで、まあ、例えば一番上のグレードに乗りたいとか、このシートの色がいいなとか、SEIだけしか乗れないですね、いうようなのもやっぱり選んでいただいてる傾向にあるんで、そんなに100万高いか車をポイッと買えるって本当に難しい。飛び込みでね、500ぐらいですからね、まあ、ただ、まあ、前の、まあ、自分と同じ方のレボーグだけど、はい、STI に乗せてもらったことがあるんですね、はい、でうちの娘はだいたい後ろに乗って、はいはい、すぐ気持ち悪くなるっていう、あ、僕の運転が荒いせいなのかもしれないけどでもその娘がその STI に乗った時には、はい、こちらの方がやっぱり乗り心地がいいっていう、あ、なるほど、あんまり僕の車に乗った時のような、はい、なんかすぐ気持ち悪くなるようなことがなかったっていうことを喋ってたから、やっぱり足回りっていうのが相当違うんだろうな。そうですね、やっぱり一個前のね、方のレボーグでも STI のグレードになるとミルシュタインの足回りがついてるんで、まあ、そこのやっぱりあの跳ね方の違いだったり、そういったのもあのそれなりにあるグレードで、こう高級なダンパーになってるんで、やっぱり、まあ、その一つ一つの路面の凹凸のいなし方っていうのもやっぱり結果的には違ってくるのかなと思うんですね。比較的柔らかい方が酔いにくいのかなって。そうですね、素人考えには持ってたんだけど、まあ、一概にそうではないですね、やっぱりそこのバランスも含め足回りの、ね、揺り返しの問題とかね、はい、いろいろあるんだ、関わってくるんで、比較的スバルは硬いんですけどね、一般の他のメーカーさんの車のね、純正の足にスポーティーですね、ワイニングとかでもそれなりに楽しめる、そこまでロールしない、足回りになってる。このタイプのレボーグの GT とこの GT80 って足回りが違うの、はい、基本的には GT と GT じゃ一緒です。あ、これは一緒なんですね、はい、やっぱり装備品とか違うっていうですね、タイヤが大きさが18と17です、ね、17インチと18インチ、そこの差はやっぱり出てきますね、細かい部分ですけど、なんで本当に STI スポーツのあの調整ができる電子制御ダンパーでいうと、まあ、大体イメージでいうと、まあ、そうですね、コンフォートスポーツの間ぐらいですかね。ああ、だからあれに一遍乗ってみたいなとは思って。STIですね。たまにね、試乗車の入れ替えで来たりするんですけど。まあ、その際はぜひお声掛けください。もちろん。少し踏んでみますね。ぜひ。やっぱり最初の食いつきっていうか、はい、出足はこっちの方が鋭いな。そうですね、うん、やっぱりトルクがね、低回転から、うん、あの1600から大体3200だったかな、うん、そうだぐらいかな、の間でもうマックスのトルクが出る、うん、もうほとんどの息でね、うん、あのマックスのトルクが出るんで、うん、どこから踏んでもそれなりにね、走るんで、まあ、昔の車好きに言わせればドッカンターボが懐かしいっていう人も結構いるんですよ、ね、でもやっぱりこのトルク感はやっぱり運転してすごく楽だからですね。走りもやっぱり意識してるんですけど、一般的な部分で程よく効くターボみたいな感じですね。ドッカンじゃないんで、あんまり回してもそこまで意味はないって感じであるんですけど、まあ、例えばね、高速道路、こういう追い越し等のシチュエーションで、どこから踏んでも楽に追い越せますよ、交流できますよっていうのも、一つ、このエンジンのメリットですね。
まあ今やスバルのメインエンジンだよね。ですね。モニターあるのは見やすくて、ここが確か12インチ全部の。そうですね。変えるのこれのは下のボタン真ん中を長く使います。はあ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 。もう一個行くとハイサイドいくで、もう一個行くとメーターに戻る感じ。あ、この3つの切り替えですね。これはやっぱりデジタルになったことによって、うん、ナビもメーターに移すことができて、うん、まあ、目線の移動を少なくする、うん、視界はむしろ絞ったことで若干悪化してるようなことはなんかで見たけど、そうですね、まあ、窓の配置はそこまで大きくは変わってないんで、サイドミラーも心持ち小さくなってるですね。四角というよりちょっとまあ丸っこいというか、そうだね、うん、楕円形みたいな感じだった、うん、まあ、これも慣れの問題だからな、うん、中田なんかね結構カクカクしてたんで、うん、端っこまで見えるんですけどね、うん、ああ室内はやっぱり静かだな。そうですね、うん、この辺は進化を感じる。今度のスマートエディションは、はい、ここから何がないんだっけ。そうですね、基本的に内装に関しては、うん、あのほとんど GTH です、うん、あ、この今乗っていただいてる、うん、でもシートの材質なんかは GT と同じ、はい、ですね。なんで、まあ、あの同じファブリック調のシートではあるんですけど、うん、あと本当に細かいところで言うとこの肘4つの素材の違い、これがもうちょっと固めのやつだったり、ブルーステッチじゃなかったりですね。あの結構ここがないのは大きいよね。あ、そうですね。シートメモリーのドアですね、うん、それと、まあ、人によって必要かどうかのは意見の差があるだろうけれど、バックドアの、まあ、オートのサイズ、そのあたりかな。そうですね、主要装備で言えばペダルのこのアルミのやつもついてるですね。でハンドル周りも同じになる。同じです。こういうデコボコ道走った時の剛性感違うのが分かるな。前に入れない、うん、振動も良くないし、特にワゴンボディがね、そこら辺が難しいんだろうか。あれはやっぱりそこは昔からね、レガシーから培ってきた技術力で、フルインナーフレーム構造で威力ね。スバルビュー、スマートリアビューミラー、いや、そうですね、スマートリアビューミラーじゃない、それと一緒に、これは普通のミラーなんで、あ、これが、カメラ付きのスマートリアビューミラー。あ、カメラ付き、はい、これカメラ、あの下のやつをプイって手前にいただくカメラなんです、はあ、今ちょっと雨がいっぱい来てるんで逆に見にくい、いやいやいや。ここは、オプション明確じゃん、ね、あーね、分価格、うん、そうですね、ざっと、まあリアビューミラーだけだったらおよそ5万5000円くらいですかね、うん、まあそんなもんか。まあでも個人的にはこれよりは360度マルチモニターの方が。そうですよね。もうこのがね、もうクロスレッグインプレッサーが出てやっと聞けましたけど、まあ、あれっていうのもアップデートでこれに搭載される可能性ってあるんだろう。あの十分あり得ると思います、うん、多分むしろそうこの方がね、多分有力じゃないですか、うん、そうするとますます商品力が上がるです、まあ、やっぱり余計にね、車体がインプレッサーとグロスリックで大きいんで、うん、ついてた方がより嬉しい機能だと思うんで、うん、だよね、まあ、シートのサポート感やっぱりいいなですね、うん、レボーグは多分純正シートから結構ホールド性が高い、うん、腰痛も気にはアイサイト X が試せないのが残念ですね。そこに至っても高速道路のメインの機能になってくるので、うん、あれもそ
特に高速乗らないから必要ないって言ってもいいんだね。ここにナビつけたら20万ぐらいかかるわけだから。そうですね、まあ、本当にあの、ね、オプションで選べる2画面のタイプとこの大きいミラー、うん、ミラーじゃなくてモニターにすると、まあ、比べると比率で言うともっと9対もしくは 9.5 ぐらいいくぐらいの勢いなんで、もうほとんどもうこの大きいモニターつけられるのがほとんどです。ここも後ろの警告もインプレッサタイプになってるかな。そうですね、前まではね、うん、あのミラー、 ミラーの表面の右端に光が出てたんですけど、うん、これはもう全部ミラーじゃなくて、うん、付け根にあのドアミラーの、ね、黒いカテカしてるんですが、うん、こっちの方が見やすいと思う。見やすい、うん、これはオートブレーキホールドには設定してなかったかな。してんのかな。あ、今してない。してない、はい、オートブレーキホールドって具体的にどういう機能？基本的には、まあ、こういう今みたいな信号待ちで止まった時に、ね、うん、ずっとブレーキを踏んどかないといけないんですけど、うん、まあ、そのこういう停車中に、まあ、少しでも足を出せるみたいな、ブレーキ1回クッて踏むと停車状態を車が保持してくれる機能ですね。 ACC を作動していなくても動作するっていう。 ACC を動作させてたら止まった時に自動的にかかるじゃないですか、はい、あれが ACC を作動させなくても機能するっていうことですね。なんで今実際にちょっと見てみますが、一番左端のプログラムアップで、オートビューホールド、あ、真ん中です。あ、これか。そうです。ははは。で、こうです。はは、なるほど。今かかったんで。これ真ん中戻るの、これそうです。あ、これがあの画面か。真ん中のいろいろ見える、うん、え、ナビの画面に戻るには、が左上地図、地図、左上地図、これか。あ、なるほど、そうなんだな。僕の方のレボーグは C 型からついたんだよな。あ、オートビッグホールブレーキ、うん、ちょうどそうですね、つき始めた頃は、うん、そう、あのね、時期だと思います。ちょうど信号は分かった。マイチェンでね、あれがついてね、うん、ついてくるのが羨ましいなね、あ、これで今ホールドしてくれてるわけだよね。でブレーキ離しも大事。ああ、なるほど、これは楽なの。はい、どうしてもアイドリングショットだとね、やっぱりやって離しちゃうとエンジンかかって進んじゃうので、うんうんうん、さっきの雨は一体何なんだろうもう全然ね、うん、小ぶりになりましたね、うん。これに積んでるバッテリーっていうのは強化されてるの？あ、バッテリーはね、多分あんまり変わってないですね。変わってない。そうするとアイドルストップを対応してるとバッテリーの負荷はですね、はい、なんで基本的にはもうあんまりアイドリングストップは、うん、あのオフで走っていただくのがいいかなっていうのを大体あるまで走っていただきます。いいんだよね。まあ多分ね、すぐに関わらず、うん、あんまりアイドリングソフト自体がいいものじゃないんで、うん、じいじは何者入りで、うん、マツダが出てきてね、エンジンにとっても車にとってもあんまり、うん、エンジン切って止めて切って止めてを繰り返すっていうこと自体が、うん、あんまりやっぱり負荷がかかるし良くないんでね、電動機のエンジンとか、ここにランプがあるかどうかを気にする人が非常に多いんですよね。 YouTube とかでもねそうそう、車系の YouTuber さんが必ず車系の YouTuber が、ここにランプがあるOK とか言って、うん、まあ3この3種類ついてたらいいかなっていう、それとか LED かどうかとかいうですね、逐次チェックされてるけど、そこはね、ハロゲンの方でも逆に眩しくなくていいと思うんですよね。ちょうど空いてる、空いてるところで、うん、ここに止めさせてもらっていいですか。はい、
ちょっと試乗車が行ってきました。試乗車が行ってきました。試乗車です。試乗車です。もうちょい、もうちょっと、あ、これバックでもオートビーグロードがかかるね。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いえいえいえ。